はい、はい、どうも、お久しぶりです。お久しぶりです。俺だけカレーゾーン始まりましただー、今回は16回目の放送ですね。お、よう覚えてるやん。そう、もう今日はちょっとね、予習してたから、うん、予習って16回目と17回目やね。そう、うん、これ年またいじゃうよね。そうそうそう、今回の放送は、てか ポッドキャストで聞くと年をまたぐ収録になりますね。教祖様、タカポン研究家の塩田さん、こんにちは。タカポン研究家にちょっとなってみたいね。タカポンの、でも正直そんなに絡んだことがないので。そうやんな、もっと絡みたいというか、うん、俺は実質絡んでないから、うん、ほんまに、うん、実質絡んでない、ね、僕もゲストで行った時に初めて絡んだぐらいなんで。でも一回稽古来てくれたよな。稽古来たけど、うん、でもそない話してないやん。俺は一瞬話したよ。まあ話したというか指示出しやけど指示出しでもないよ。なんやろ、うん、あーでもん、俺まだファンやな、高本さんの、うん、あん、確かに なんやろね、うん、あの魅力、あの魅力でもこの前久しぶりに芸人さん、うん、何やったっけな、まちゃまちゃ、今名前違うかな、うんうん、あの人の見てたんやけど、なんかタカポンさんに似てないかと思って。それはいかなあかんのちゃうかも。なんか声質といい、あの感じといい、わかるかもしれん。すげえ、なんかどっかでタカポンさんのなんか、うん、なんというか少しハスキーボイスというか、そう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 、これはまたいかんでもいい。あ、それは大丈夫、大丈夫。だからなんか、うん、声質が似てる気がして、声はちょっと似てるかもしれん。パッと前聞いた時タカポンさんの感じがしたなって思って、うん、うん、まあそこをいじっていいのか分からへんけども、いや、まあやめといた方がいいと思うけどな、うん、言われてるのかどうかも分からへんし。そうやな、うん、俺らに初言われして傷つかれたらいかない。そうそうそう、うん、そうやね、うん、もう何回もこう言われてるよって言うんであれば何の問題もないけど。そうやな、うん、それではそろそろ始めますね。はい、オープニングの音楽のボリューム調整します。はい、右左ちゃんと出てますか？はい、はい、出てます。はい、了解します。それでは音楽聞こえたらすぐトーク開始してください。はい、はい、まずはオープニングからいきます。この配信分は24でしたっけ？24、はい、はい、で、今年最後の配信という設定でお願いします。はい、はい、はい、それではいきます。3、2、1。はい、どうも、始まりました。俺ら聞かれゾーン、パーソナリティの塩田と島岡です。はい、今日はね16回目の放送でございます。いやー、ね、はい、調べてきましたよ、うん、今回成長したね。成長しました、はい、予習してきたやろ。そうそう、何で見ていったわけそれ。いや、それは自分の、うん、YouTube で、うん、俺ら聞かれゾーン確認して、あ、14、15収録風景って書いてある。あ、次はもう16やなと、はいはいはい、そこ予想ね。そこ予想で、俺の、うん、集合時間の予習もあって、うんうん、俺集合時間俺ら聞かれゾーンニコニコって入れて、うん、次の時間は大丈夫やなって確認するんだけど昨日の夜中の時点で16って入れても出てこへんねん、ニコニコが、うん、大丈夫、収録あんのと思って焦りましたけど、今日起きて16、おお、うん、今日入ってる、そんなすぐ撮れんねんアルバさん、さすがと思った、うん、大丈夫大丈夫、そういうのはありましたね。多分ちゃんと放送載ってるからね、はい、まあ今回はゲストが消えたことの虚無感はまた今回もありますね、はい、そうですね、うん、そうなんですよね、うん、だからなんか今日の収録ゲスト、あ、そうか、ゲストおらへんのかっていう、うん、もうはっきりと言うけど、うん、時間見た、あ、はっきりと言います、また見てない、やっぱりね、うん、ゲストやね。そうそう、2人じゃ無理だ。まあ、ゲスト来た時ゲストに任せてるから。そうやな。完全に忘れて時間でもの、まあ、この放送が今年最後、はい、そうなんですね、になっちゃうんですね、はい、そしてクリスマスイブと、イブです、はい、配信が、いやー、祭日か、今年は祭日やね、うん、で小屋入りなんでしょ。あ、僕の、はい、ヨロキンの小屋入りでございます。まあその告知も後ほどさせてもらえますか。そうですね、
じゃあメリーなんとか言っとく寒いけど年末あ、まあ、初めドア玉だけ言っとこうましょうか、はい、メリークリスマスイブイブっていうこと、うん、はい、どのタイミングで行くんかな、うん、どのタイミングで行くの、うん、もうええわ、もうええかどこに入れるかよう分からなかったからもうええわ、オッケーオッケー、まあ最後に、うん、今年最後のご挨拶もさせていただきますので、はいはい、それをお楽しみにお聞きください。では第16回俺ら聞かれゾーン始まります。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。2分20、はい、はい、すげえな、ストップウォッチの方少々お待ちください。すいません、はい、すいません、完全に僕忘れてましたすごいな、社長はイブ誰と過ごすのって、社長に対してもコメントが来てる俺ら関係ある僕らじゃなくてもうその向こうを通り越して聞いてるからなんかコメントが、うん、あれ、あのさ、コメントのさ、数とかなんとか言うてたのって、うん、どこに書いたの？右下とかにないですか？右下、人のマークみたいなの書いてない？ああ、あります。そのあたりに番号書いてないですか？あ、これのこと、あー、で、吹き出しがチャットの意味で、はい、多分人間の方が人数の方です、はい、おー、延べ人数の方ですね、うんうんうん、あの同時視聴者数ではなくてひたすら増える延べ人数、はい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 、なるほど。そういえばあのコメントのデータ見ました？はい、いただいたんですけど、はい、見れなかったです。ああ、そうですか。はい、エクセルとかで多分そのまま開けるとは思うんですけど、多分うちのエクセルで無理だったのか、なんか Google のドキュメントっていう機能があって、はい、それにぶっ込んでみるともしかしたら見えるかもしれないです。あ、はい、ありがとうございます、はい。あれ、コメントのなんてこんな綺麗に鮮やかやったっけ。上もあるけどな、うん、なんか鮮やかになってない、こんなんやったっけ。あ、下はちゃう、下はこんなんじゃなかった、うん、へえ、色がついたんやな、うん、もうどれがどれか全くわけわからへんけどそう、そう結果、うん、まだまだ全然ついてきてないけど、うん、たまに見切れる社長を見に来てます。すごいよな、うん、その集中力と今とかもビンビンやはい、うん、今日さがミスター都市伝説の人に見えるともうこうやったら完全にそういう系のおすすめなんですよね、うん、今日。おー、うん、なるほど、うん、ちょうどいつもタイムリーなこと、うん、あの梅がさ、うん、蜂の話するときも、うん、蜂一切触れる前に蜂っていうコメントとか出てる、うんうん、予知されてんぞなんか僕らの番組予知されてる、うん、漏れとんぞ情報がこんなに寝てきてないのに情報が漏れてるってどっから漏れるか分からないけど綿密に持ってたらいいけどね、うん、これ今年3発目の風邪ひいてんけど、よう引くな。この冬でやで、しかも公園から1回も治らんと3回引いてんねん。それじゃあ引いてるうちに会えないや、治ってないやん、治ってない、永遠と続いてるってだけやん。そうそうそうあ、そうです、もう完全そうです、当てられましたね今日。ああ、うん、なるほど。はい、それじゃあ行きましょう。まずタイトルコールからです。はい、はい、あ、おすすめか。今日ソロおすすめ。はい、やってまいりました、今日ソロおすすめのコーナーです。今回はゲストがいないので、今日ソロが皆さんにおすすめしたいものをドーンとおすすめしちゃってください。ドーンとドーンと、雑誌です。雑誌、おっと、本から
もう雑誌に来ましたか。雑誌に行きました。週刊誌とか月刊誌とか、そんなんかな。あんま見ないですけどね。あんま見ない雑誌についておすすめを。雑誌自体は読まへんで俺。あ、いや読まへん、僕も全然読まへん。一冊も読んでない。一冊も読んでない。あ、ほんま、うん、俺あの文藝春秋はたまに買うね。ああ、なんか見たことある。いや、そう、表紙はね、うん、で開けるとこう見開きというかベローンって目次が出るね、うんうん、それ見て面白そうやなと思った週は買うねんけど、うん、週というか月か、うん、で、まあ文藝春秋ではないです。あ、ではないよね、今回は。まあご存知の方も多いと思いますが、うんうんうん、学研から学研、刊行されております、うん、はい、雑誌、うん、ムー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 。そこに俺らがおもろいだけやからな。放送とか成立せえへんから。もう言うなよ。返さない、返さない、しょうがなくなるから。そう、僕が面白いだけ。そうそうそう、分かん、あ、おい、おっせえや、もう何分やねん今。大丈夫、1分2分やって。まあ2分ぐらいやな、うんうん、だから5分ぐらいで終わる、うん、あと5分です。はい、ストップウォッチバトル押し忘れました。もう雑誌名にはあえて触れないですけど。なんや、うん、もう全部とんでもない、ね、おすすめ。ムーのおすすめシーン。そう、ね、うん、僕はこういうムーの、うん、扱ってるような題材がすげえ好きなんですよ。うんうん、で、まあ月、毎月平均10万部ぐらい売れるのかな。だ、結構有名だとは思うね、うん、まあオカルティズムというか、うん、そういう風な雑誌ではあるんやけど、うん、まあ扱うものは古代文明だとか、うんうんうん、あとまあ宇宙についてだとか、あ、いろいろ、まあユーマって言われる未確認生物であったりとか、うん、まあ UFO とかも含め、うん、国家のどこかの陰謀だとか、うん、まあ秘密結社の陰謀についての推理だとか、まあそういうものがいっぱい載ってるんですよ、毎月毎月。で、まあ表紙を見て、うん、まあなんか日本系のものはあんま食いつかないんですよね、僕。天皇の血筋とかそういうのを言われてもなんかあんまり、うん、やけどナチスのあれがみたいな、うん、フリーメイソンのとか言われたら、うん、おおってなって、もうそういう月は買ってしまう、うん、で、まあ全然読めてないんで買うには買うけど全然読めてないと、もうどんどん積まれていってるんだけど、うん、まあ早読まなあかんねんけど、うん、あのハローバイバイも解散されたけど、あの関さんの都市伝説、うん、もうあのやりすぎ工事っていう番組もすげえ好きやねんけど、あ、知ってる？確かに、うん、めっちゃある、僕見てた、あれから始まって、うん、あれ見てた、見てた、じゃああれの話も今度しようぜ、めっちゃ楽しいやん、いや、あれ、あれ面白い、俺 DVD も結構持ってるし、うんうんうん、で、あっこからやりすぎ都市伝説から関っていう、うん、出てきたね、まあ都市伝説スターが出てきて、うん、あの人の本とかも俺が読んでる限りではね、うん、まあ元ネタ話してることも含め、ムーから持ってきてんじゃないっていうような、まあ共通項がすげえあったりして、もう大好きなんですよ、うんうん、あの秘密結社系とか、うんうんうん、まあさっきも言ったけど、うんうん、そんな興味ない。いや、多分聞いてたら面白いなと思うけど、うん、自分から詮索しようとは思わへんなっていう感じ。それがさ、一番知識吸収としてせっこいやり方やな。俺もそうしたいの、できる、いや、まあ、できればね、めっちゃ知ってるやつの話聞いてるのが一番楽やん、うん、一番僕楽しいし、その人が生き生きして喋ってるやん、うん、だそれが僕見てて楽しいのに、あ、この人すげえ生き生きしてんなっていうのが僕それが嬉しいのよ。だ、俺が何時間もかけて得た知識をこれを語って、うん、10分20分で、うん、それをなんていう効率の良さ汚いわ。いやいやいや、ちょ、変わってや、いや、変わるってどういうことよ。いや、だから吸収してさ、うん、俺にやって、うん、え、だから俺時間ないから、いや、でもナオトが吸収したの俺に語ってや、だ、僕が今吸収してるもんは全然欲しがれへんやん。いや、だからムー吸収してよ。ムーを吸収すんの。また無理かそうとしたの。自分で言うたのに、自分で無理したのに。もう一回はやりたい、もう一回はやりたかった。もう一回はやりたかった。やりたかった。なんか、俺らだけやけど。うん、でも楽しい。僕らだけ楽しんでる。ムー言ってるだけやねんけどな。あほや。とりあえず、まあ、その、なんか、都市伝説とか、うん、そういうものがいっぱい載ってる雑誌のムーっていうのが、まあ、まあ、都市伝説、うん、というか、まあ、真偽は定かではないけども、うん、まあ、月っていうのは、人が作ったんじゃないのかとか、そういう説についていろんな交渉を加えていくということで、
で、まあ、都市はポッドキャスト上は、またいでしまって、今回のが12月24日、うん、次回が1月7日と、まあ、うん、2週間遅れにはなってしまうんですけど、うん、次回教祖のおすすめは、うん、まあ、それ関係の、書籍をご案内したいと思います、はいはい、以上教祖のおすすめのコーナーでした。はい、 OK、 5分52。聞き損、聞かれ損、リアディゾン。俺ら聞かれ損。大陸が市場に届けされました。まあ、疲れが見えてんのかな、うん、俺もうやばい今。もう今週やばかったマジで。タクシー乗りまくった。つらいのが、まあ風もあるし、うんうん、ツタヤに置いてあるかなって書いてある。ツタヤムーか、はい、ムーはあると思います。ただあの、うん、なんなんやろな、俺の行く本屋なんですけど、うん、発売日からまあ5日ぐらいは置いてあるんですけど、そこから売れちゃうのがなくなってるっていうところなんで、うん、うん、まあずっとツタヤとか大きいとこやったら置いてるかもしれないですけど、うんうんうん、俺も最近ネットで全部買っちゃうから分かんない。ああ、はい、次は、ABC でしょ。 ABC、はい、ABC の曲なんだっけな。伝えたのは全然行ってないな。俺も全然行ってないわ。昔よう行ってたのにな。レンタル？レンタルもそうやし、うん、だからでも僕伝えで本とか買ったことないよね。どっちかっていうとレンタルするイメージ。うん、そうやな。学生の頃にレンタル よくしてて。はい、お待たせしました。はい。じゃあタイトルコールして、はい、中ランプついたらトーク開始してください。はい。オレゾン。ABC 過去仮。はい、始まりました。オレゾン ABC のコーナーでございます。過去仮ね、はい、まだ過去仮、ね、まだタイトルには過去仮はついてますけども、まあこれはアルファベットに関して、いろんなそのお題をですね、うん、お互い出し合っていこうというコーナーでございますけども、ちゃんと説明できてるかな僕これ。まあ大丈夫ちゃうか、うん、大体のなんか聞いてもらった方が分かりやすいと思うし、分かりやすいと思う、うんうん、で前回と前々回で A と B をやりましたので、うん、今日のお題はですね C でございます。はい、はい、で早速、うん、まあこのコーナー初お便り、あこの ABC コーナー、はい、いただきましたね。はいはいはい、ではお便り読ませていただきます。オレゾンネームメガネ D さん。メガネ D さん、はい、ありがとうございます。またいただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。男性、広島県からお送りいただきまして、はい、島岡さん、塩田さん、アルファの皆さん、こんにちは。こんにちは。 C といえばコーヒー、カフィーですね。あーコーヒーが好きすぎて、うん、先日備前焼きっていうのこれ、うん、アホが割れる。備前焼きのコーヒーカップを注文してきました。備前焼きで飲むと角が取れてマイルドな味わいになるんですよ。その他 C といえばココア、カフェ、うん、チョコレートハウス、うん、うーん、コーク、うん、コクテイル、うん、など飲み物に関する言葉が多いように思いますね、うん、でさっきのチョコレートハウスっていうのはイギリスにあるホットチョコレートの専門店のこと。へー、うん、ではまたメールいたします。ありがとうございます。すごいね、すごいね。D 線、 D 線、 D さん、もうさ、何何、怒る気もなくわ。いやいや、もうさーっと出て、なんかこうかぶったらせーんで、惰性で喋りすぎやん。はっきり喋れ。いや、メガネ D さん素晴らしいっすよ。素晴らしいっすね。コーヒーカップにまでこだわり持ってるぐらいコーヒー好きなのね。すげえな。 C でまあいろいろ送ってくれたね、うんうん、なんか食いつくなった。いや、まあチョコレートって僕の中では、うん、頭の中にあったから C って、うん、だからチョコレート僕かなり好きやし、うん、
なんか食いつくとしたらチョコレートかなっていう感じはしたけど、うん、でもコーヒーはね、まあうん、コーヒー豆の匂いがすごい好き。あーそれはわかるな。豆の状態、うん、粉でも豆でも、コーヒーの香りっていうのが僕好きやねんな。コーヒー飲まへんねんけど。あーおかんが永遠飲んでた気するわ。うちのほとんどおかんも永遠と飲んでたね。なんなんやろな、アホちゃうあれもう水分コーヒーだけみたいな感じ。そうそうそう、え、カラッカラなれへんのあれ大丈夫な、なんか。いや、わからん。でもこんな飲んだらいいやな、アクアって言いながら飲んでる。頭おかしいんちゃうかと思ったけど。やめられへんね。やめられへんね、翔平って言ってたけど。いや、ほんまにうちの弟がもうずっと飲んでて。でも中毒性あるよな、多分。多分あるんやろうな、うん。毎回だから飲んでた。C、広島カープ、やっぱ話したい。あ、話す。うん。うん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 。あのね。うん。パワフルプロ野球ってゲーム知ってる？まあまあ、まあ、有名なやつやね、うんうん、あれでペナントレースとかそういうのがいろいろあるんやけど、うんうん、弟との対戦、うん、ごめん一個いい、うん、何ペナントレースって何の僕ちょっとそれ引くで、うん、その当時かな135試合やったのプロ野球が、うんうんうん、で一人用で例えばチームを広島ってするやん、うんうんうん、で普通のプロ野球と一緒のような日程でペナントレースを戦っていくで、うん、で1位、うん、2位とかなるんやけど、うん、なんか性格上俺いっぱいでもしたら許されへんから消して135勝0敗で完全優勝したことあったけど、うん、それもう完全だから完全じゃない負けてるんやろ消すの一緒いやもう弟かわいそうやもう勝ったらあかんし。でも勝弟との対戦じゃないで、ペナントレースは全部コンピューターだよね。ああそうね。そんなもう135試合も弟と時間をしてやってられへん。何時間かかんねん、うん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 、あれも一人のロープレみたいなもん。ああそういうことね、うん、だから完璧主義者という感じやから、ね、そうそうそう。でその他に弟と対戦をしたりするんやけど、うん、年代的にまあ俺が家にいる時間が多い時は俺の方が上手いに決まってる、うんうんね、でもだんだん俺が外に出て帰ってこへんようになるから弟の方が上手なってくるね、うん、そこで生まれてくる9回裏の攻防俺高校やねん絶対、うんうん、もうそれは兄貴の権力、うんうん、で広島使ってこの8番往年のキャッチャー西山っていう、うん、まあちょっと太っちょの人がいるんだけど、うんうん、めっちゃ打つねんよ修二とやるときだけ弟とやるだけ異様に打つから鬼の西山って言われてるキャッチャーがやたら打つ。そうそう、キャッチャーがやたら打つ、うん、8番でホームランとか打たないんだけど、うんうん、でも弟の方がうまいから、うん、9回裏で2点とか負けてるわけ、うんうん、で最後バコーンってフライとか打ち上げた瞬間に弟の目を塞ぐって、うん、そういうことをしてたっていう話がしたの、うん、なるほどねあのテレビの電源あれ、うん、元電源、うん、あれだけ切るとか画面消えるからフライ取られるいちゃんやめてやいちゃんやめてやってとりあえず走るのは勝手に走ってくれるからそう勝手に走ってくれるあーって走ってもう3点とかよし勝ったみたいな完全勝利そういうことはしたので、うんまあ、負けたことはないかな、うんうん、いゲームセットって言われる前にガチッと切っちゃうもし取られたりしたなるほど、ね、たまにあんねん電源切ってつけたら取られてるっていう時ミラクルが起きてる時があるからそれはもう見た瞬間に何も言わんとコンピューターの電源を切るテレビ消してたまたま撮られてるってすごいな。そう、それがすごい。シュージも適当に動くから、うん、わーって動いて撮ってる時があるね。うん、ミラクルの時はね、さすがに、うん、負けたとは思いました。うん、それはそれはね、うん、うんうんうん。なるほど。C についてカープトークが全然関係なかったけど、ね。西山さんだけ。西山さんだけ全然 C 関係なかったあんまり。まああの野村健次郎っていう今の監督が大好きなんですよ。うん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 、で。まあ、広島は買ってくれへんかなって思うんだけど、うん、弱いな、まあ、そうなんや。メガネ D さんも広島県からお送りいただいて、僕、うん、ほんまに応援してるんですよ、うんうんうん、まあ、メガネ D さんが広島ファンかは分かんないけど、うんうんうん、サンフレッチェ広島かと J リーグ知ってる？おうおう、今名前だけはね。あれ今去年1位じゃなかったっけ。いや僕そこらよう知らへんねんな。佐藤久人。佐藤久人、うん、おうおう、全然チーム違ったごめんなさい以上何のコーナーでした。7分11、はい、はい、俺らやるぞ
位でクロマティを出してるけど。ああ、うん、あったー。今シーズン J1 優勝。おお、3分。いやな、やっぱりそうやな。うん、うん、っていうかこのコーナー名なんでいつも出てけへんね最後。最後いやいや、なんかさ、うん、何のコーナーか忘れねえんだよ。最後も普通にフリートークになるやん。そうやな。あ、そっか、塩田も無理やり行けたんか。いや、いや無理やり行ったところでやけど、うん、塩田さんなのね。無理やりすぎだよ。S じゃないってことね。俺も一応行けるから塩田さん。うんうんうん、そう、めっちゃ賞取ったんですよ、佐藤久人。佐藤久人。あ、CC レモンとか面白かったな。あー、CC レモンね。あ、でもまあ2週目以降もあるからさ、うんうん、このコメントとかガンガンパクっていこう。あ、パクる。多分覚えられてへんけどね、もうね、完全に僕ら忘れてるけどね。うん、CC レモンか。 C ってでもなんか意外とあんねんね、うん、アルファベットって単語上からが一番多いんかな、やっぱり。いやー、でもキーボードのあれか、あそこら辺が集中してるっていうことか。そうやそうや、だからもう Q とか最悪やで。確かに Q は難しい。Q 多分、うん、いけ、あ、でもいけるな、結構クイズも Q やつし、うん、クイーン、 Q ちゃん、 Q ちゃん、うん、キュー太郎。まあまあそれはな、うん、キューの時に頑張ろう。すごい、パクられる前にメールを送るだけやって。その通り。そうや、その通り。メールの方が強いもん。そう、そう、 俺のネタやってことで言うけど、うん、そうか、お便りの方が強いもんな、うん、そう、お便りの方が強い。まずお便りや、ね、うん、そっか、負けんのか。いや、もうどんどんください。はい、次フリートークです。はい、はい、準備よろしいですか。はい、はい、それではいきます。音楽なし、3、2、1。はい、フリートークのコーナーです。はい、この放送はですね、24日ということでクリスマスイブでございますね。いやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、うん、本当になんかもう街並みもね、うん、すごいクリスマスムード一色になってきてるね。なんか知らん間にっていう、うん、ああ、それでさ、うん、俺もこんなに真っさらな状態でフリートーク迎えたことなかってんけど、うん、あの、うん、それを聞いてピンときてんけど、ほうほうほう、いろいろあるやん、ルミナリエ、うん、ルミナリエあるある、もう一個なんかこう、神戸がル、うん、神戸の方がルミナリエで、もう一個東京の何やったっけ、海ナリエとはソナちゃんだったっけ。なんかさ、あの5文字のやつ、うん、めっちゃたくさん出てきてない。あ、マジで。うん、わけわからへんねん、めっちゃいっぱいあんで最近。そうなんや、うん、ルミナリエ系、ルミナリエ系が、うん、なんやねん、何があんのよあれ。5文字のさ、うん、まずそもそも5文字のあのカタカナに意味あんのか。あー、いや、でも多分、あ、こういうことか。え、東京がミレナリオ。何やそれ。もう分かれへんねん、こんなの。じゃあ神戸のルミナリエがまずメインでしょ、うん、あれメインっていうか一発目にあったかなんか知らんけど、一発目やな、あれすっげーやつやん。そうで、うん、東京でこのミレナリオが来て、うん、で横浜でなんかみたいな、なんか聞いてん俺、5文字の聞いて、またもうわけわからんじゃん。いや、これはあの、そうだから、うん、ルミナリエに言葉の意味があったとしても、その他に意味がないかもしれんってことやろ。いや、それはあかんやろ。ミレナリオとかあんの。あんのってコメントなのかこれは。いや、わかるけど。あるんちゃうの、なんか5文字のがもう乱発してるぞ。マジか。うん、なんかもう神戸悲惨やな、なんか。なんかそれで結果さ、うん、あ、和歌山か、海なりへ。なんかいろいろ出てきてるから、うんうん、そう、ほら、だから出てきてるやん、もう3つ出てきたら、うん、アウトやって。だからもうどれが本家か分からなくなるし、どれがどれか分からなくなるし、まあ全部すごいんやろな、多分すごいんやと思う。まあええわ、まあええんか。昨日獅子座流星群やったね。獅子座なん、うん、収録の、うん、日が17、今日いつ、今日15。あ、そうか、だからこの未明、獅子、うんうんうん、獅子座じゃなかったっけ。いや、あんま知らへんねんけど、なんとか流星群で、うん、で俺帰りながらパッと昨日夜11時ぐらいに一個流れ星、うん、あ、見えた、なんやろう、あ、珍しいなと思って帰って流星群っていうのを見て、うん、外出る2時、屋上登る、いやーと思って、うん、結局そのまま飲み続けて、ね、あれ東京でそんな見れたの。いや、分からん、なんかあんま聞きたくないよね。そうだから、うん、めっちゃ見れたって言ったらすごいちょっと損したい、うん、そう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 、でもいや、
あんま見れへんかったって思うと、まあまあよかったよかったと思って。そう、そっちの方がいいねんけど、うん、自分ががっつり行った時があんねん。あるそういうツアーっていうか、今日行くぞっていう時。ないないない。俺地元の時に、なんか何十年に一回の流星群が来るっつって、うん、で、まあ夜中やねん。あれなんで夜中なんやろな。7時とかに来いや。いや、そらさ、確かに、確かにそう思えばそうやな。もう2時とか、3時過ぎとか言うよ、うん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 、めっちゃ寒いねん。めっちゃ寒い。いや、俺、あん時人生で一番服着たわ。上15枚とか言ったら。こんなんだね。もうほんまに腕降りてこいねん。こういう、なんか腕広げた状態で、友達連れに支えられながら、俺はその、土手まで行って、で、みんなで見てたんやけど、もういろいろ集まってきて、うん、まあ、いいスポットやったからね、うん。曇ってたね。曇ってた、うん、そんだけ頑張って曇ってた、全然見れへんかった。だからもう流星群見に行ったっつうか、喋りに行ったみたいな。15枚着込んでそう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 、モフモフやってハムみたいになって喋っただけや俺。僕一回高校時代に、うん、なんかその流星群、うんうん、なんかすごい見れるっていうんで、それちゃうか、めっちゃ明け方のやつ、明け方ぐらい、多分一緒のやつちゃう、一緒のやつかな、それは一緒やろ、同じ日本やねんから。それをわーっと見に行こうと思って朝早起きして外出たんやけど、どこに見えるかわからんくて、ここら辺の方向やっていうのを聞いてたんやけど、僕かなり高かったんよ位置が、天頂に近かったっていうか、ま、何がやねん、あの、ま、僕が見てる方が表現しにくくないか、わかるわかるわかる、あの地平線沿いに流れてたらしいねんけど、うん、それもっと僕上の方を見てたのよ、はいはいはい、だから全然見えへんと思って、その時顎ぐらいでめっちゃ光ってたってわけやな。そう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 。やけど周りでなんかね、家とかの人も、あ、見えた見えたとか言ってるから、うん、どこやどこやと思ってめっちゃ周りキョロキョロしてたけど、僕一回も見ずに帰ってきたから。それはアホやわ。で、朝学校行ったら、うん、めっちゃ見れたよなって言われて、どこにあったって言ったら、結構それが一番悔しい。めっちゃ悔しかったもん。それめっちゃ朝早くしてる。すっげえ悔しくて。でも直人のとこから目線を下げれば見えたやろ、うん、見えた見えた。でももう天頂にあるもんやと思って、上ばっか上ばっかキョロキョロしてたやろ、キョロキョロしてて全然見えへん、全然見えへんと思って、どこやと思って、場所間違ってんかなとか、ふらふらしたもん。ほんま30分ぐらいの散歩したで、ほんまに。でも俺、うん、どうせやったらその流星群見るより、うん、そうなってる直人の方が見たい。僕めっちゃ焦ってたもん、一人朝方なんで歩いてんねんって、あいつ青やっていうのでずっとそれを見ていたい。むっちゃ悔しかったもん、お前。だからもう流星群見たないと思って、ガッツに見えるっていうの自信がない。もうトラウマに。もう絶対見えへんもんと思って、一個二個見たところで前のあれ解消できへんと思って。そうやな。うん、もうあの負けはもう帰ってこへん。そう、あの負け帰ってこへんねん。流星群の話でごめんな。全然いいけど。いやー、うん、一個見たよ俺。あ、一個見た、うん。まあ今回ね、うん。うん。だから僕は全然見れてないんだけど。見もしてないもん。そう、だから会ったこと自体今聞いたから。うんうん。いや、選挙終わってんで。この放送の時、うん、あ、っていうか前の時点で終わってんのか、前回の、うん、うん、更新って言うんだっけ、更新ね、うん、もう終わってんのか、うん、どこここでそんな大々的に発表すんの。第1党、第一党、衆議院第一党、それ言っちゃうの、うん、僕じゃあここちょっと伏せとくわ、僕。あ、伏せとく、うん、なんやねん伏せとくって。なんやねん、ここちょっと伏せとくわっていう、ここちょっとだけ伏せとくわ、唇の前のバッテンとか。なんやねんそれ。いろいろとあるかもしれんから、ちょっといろいろと、うん、もうやわ、まあ、ということで、はい、フリートークのコーナー終了です。なあなあ、教祖、これ聞いてる人損ちゃう？いや、むしろ聞かれ損やな。上から、すげえな、俺ら五文字の中に聞かれ損入ってる。その意味不明な文字で、ありがたいんか、うんうん、けなされてんのか。曇り損とか焦り損とかあるよ。彼女と見てたってなんかおしゃれやね。ああ、おしゃれ、うん、ただサップいけどな。いや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 、それはそんなことないでしょうに。なんかね、熱々で、だってもっこもこにしてたらさ、うん、彼女やったら支えてくれへんや別に。
屈強な男性2人に支えられて、うん、俺はモフモフ運ばれてったから、うん、それやったらあったかいねんけど、うん、彼女といったら寒いやつそこか寄り添ってたらあったかいやなもん、うん、すごいなあ。怒ったよなんでやなんで寒いって言ってやっぱ寒いっつってボコボコじゃないっつってそこで書いてたよね、うん、いやあかんねやっぱり、ね、その流星群は見に行ってあかんのよね。まあな、ロマンチックではあるんやろうけど、まあだからベストは、うん、まあ兼ねないとできへんけど、うん、こう夜景というか空がバーって見えるホテルの中でこう酒とか飲みながら、うん、おおってやってんのが一番いいよな、うん、多分、まあ、もう超羨ましいそういうの確かにね。僕でもあのプラネタリウムとかだけでもテンション上がんねんけどね。ああいいね、うん、冬はいいよねやっぱその辺が。そうもう星、僕まあオリオン座が好きやから、うん、オリオン座が見えるだけでテンションが上がんねんけど。 W のやつ、それカシオペア座です南に見える星全然知らんわ。あ、うん、僕だからあのカシオペア座とかあんまり興味ないのよ。北極星探すのって結構しんどいから、うんうん、僕の中で。でもオリオン座ってすごい目立つ、あの3点ペンペンペンっていうのがあるから。ああれね、うん、だからあれが見つけるだけでちょっとテンションが上がって、うん、あれを見えると冬を感じるっていうか、うん、うん、星好きやわ。俺も星好きやわ。でも僕一回あの海外だからタスマニア、オーストラリアかな、行った時に、なんか砂漠で星空がすげえ綺麗なとこがあって、うん、まあそういうツアーみたいなの行ったんで、うん、でめっちゃ星空のとこやってんけど、僕目悪いから流れ星めっちゃ流れてるの全然見えへんくてもう星運最低やん。そうもうさ、なんかそれがすごいショックやって、めっちゃ眼鏡せえよ。 その時にね、眼鏡まだしてなかったよ、まだいけるやろっていう、まだ裸眼でいったん、そうまだ裸眼でいけるやろっていうレベルやったんその当時で。行ったら空は遠すぎて全然見えない。そうそうそうなんか星がいっぱいあるな見えるけど流れ星まで把握できへんっていう。うわーそれ損やな。いやまさか星見るなんて思ってへんかったからさ。星見るツアー言うてたんやんけ。いや星見るツアーの一環で星を見てたんよ。だからそのエアーズロック登ったりとかして、ね、うん、最初に言ってくれよってなったんやそうそうそう星見る言うてくれたらなんかしたのにてかまあ見えるつもりやってん、あ星空ぐらいはと思ったけど、あこれはもうダメやなと思って。まあそうやな、目悪い、俺も目悪いから分かるけど、それやったら星見てても全然やん、いっぱいあるのは分かっても、うん、で目コンタクトとかして見るとさ、うん、すげえ綺麗やろ。すげえ綺麗、全然ちゃうよな。全然違うもん。それで行ってこいやいやだから、うん、また行きたいなと思ってる。行くか、うん、行くか、うん、俺も行きたい、うん、オーストラリア。オーストラリアは綺麗な砂漠やからってこと。いや砂漠もあるし別に潤ってるところもあるから全然、うん、違う違う、砂漠やから、うん、あの周りがもう本当に何もなくて、うん、その状態から星が綺麗ってこと。そうだから明かりもないし、うん、で本当に遮るものもないから、うん、すごいもう本当に一面空なわけよ。寝転んだらもういいよね。それで星がいっぱい見えてるから、うん、綺麗やったよ。でもそれでオーストラリア行くんだ、カナダ行ってもええんちゃう別に。まあ全然いいと思うなあ、カナダ行こうやじゃあもう、うん、カナダとオーストラリアどっちが遠いの。僕さアメリカ行った時に十何時間も飛行機乗ったからさ嫌やねんな。いや欧米はかかるで。オーストラリア多分そんなかからんちゃうか。でもオーストラリアは、まあ、もうそこそこかかるけどね、うん、多分6時間ぐらいは多分かかる、まあ、そんぐらいはかかる絶対。でも時差もないやんオーストラリアって。ないな。だからそこら辺もこう割とありがたい、うん、季節は全く逆になるけど。でもオーロラの可能性があるやんカナダは。オーロラ見たいわ。オーロラ見たいわ。すげー見たいわ。すげー見たい。一回でいいから見てみたい。オーロラあれ空というか宇宙から見るオーロラの画像とか動画って見たことある？宇宙からのやつ、うん、宇宙からのやつ見たことないかもしれんな。すごいで。いや僕宇宙から地球も見てみたいもん。あ見てみたいな。っていうか俺宇宙にボーンってもし出れたら、うん、もうええわ帰ってこんでいい帰ってこんでいい、うん、もうポーンって出れたらそのままでいい。そのままふわーってどっかにスーって飛んでいって、うん、まあ隕石とか衛星とか、うん、まあどっかの星にボーンってぶつかる可能性もあるけど、うん、もうそれでええわ宇宙出れたらもうそれでいい。もうそれでいい。はあ、うん、地球やだなんじゃそれカナダってなんかグリズリー出そうなイメージって感じ。出そうやな。確かに出そうやな、うんうん、はい。じゃあそろそろエンディングいきましょう。はい、はい、じ
ゃあ音楽聞こえたらトーク開始してください。はい、はい、行きます。はい、エンディングです。もう今年も終わりますよ。あ、そうや、この収録でポッドキャスト聞いてる方はね、この収録で今年終わりですよ。いやー、はい、長かったようで、まあ終わったらいつだって時間は短いんですけど、ね、まあまあそうやね、うん、公演は劇団として2回、はい、させてもらいましたが、うんうんうん、来年はですね、うん、もう言っちゃって首絞めていこうかなと思うんですけど、おお、言っちゃう、本公演を3回、6月にやりまして、うん、9月に再演をやりまして、うん、12月に、また新作をやる予定でして、うん、できれば、裏公演を4回以上、はい、はい、まあ、次は3月29、30、31と、うん、もう決定はしているんですけれども、うん、その次、できれば5月に、うん、もう一回裏公演、はいはいはい、オールオムニバスなんですけど全部内容は変えて、うんうん、やりたいですね。いいですね、やっていきましょう、どんどん、まあ、劇団として、あと、まあ、個人的にもそれぞれが躍進の年になれるようにしたいと思いますんで、うん、本当にそうですね。ということでお便りの方、 KIKIZON@alpha-radio.com、 聞き損 @alpha-radio.com、 お便りを募集しております。はい、で前回あのコメントなんかも少しいただいてて、うん、お答えできなかったのが悔しいんですけど、うんうんうん、塩田さん、何でも知ってる塩田さんのコーナーのお便りも引き続き、はいはい、応募してます、はいはい、であのお便りがたまり次第、うん、またあの復活する形で、うん、ポッドキャスト上史上一番グダグダのあのコーナーもさせていただくという形になってますし、はい、次回のオレゾン ABC に関しましては、うん、今日 D の分も取ってしまいますので、そうですね、 E と F ですね、 E と F ですね、はい、こちらの2つにまつわるもの、何でも結構です、うん、頭文字とかじゃなくても結構なので、うん、どんどんお便り、もちろん普通お便りもいただけたらと思いますので、うん、お願いします、はい、そうですね、次の収録は1月の8日になりますんでね、そこら辺で午前中ですね、午前中に、はいはい、そこまでにお寄せいただければいくらでも放送しますんでね、はい、はい、お願いします。じゃあ告知、そうですね、100円あもう多分この24日流れてる頃にはもう小屋入りしてますね。よろずや金之助一座、あの舞台私100円として出ますので、12月27日から30日まで、池袋シアターグリーンビッグツリーで私100円として出ますので、ぜひもしかお時間ある方は来てください。はい、僕は多分千秋楽の最後最後に行きます、はい、もしかしたら競争に会えるかもよと。で、前もそうだったんですけど、うん、客出しとかあっても、うん、ナオトに一切関わらずスッと帰ります。そう、スッとね。ということで、うん、第16回俺ら聞かれゾーンをお送りしてきましたけれども、はい、では今年最後の、はい、収録、はい、配信ということで、そうですね、では皆様、はい、良いお年を。良いお年を。ということで、パーソナリティの塩田と島岡でお送りしました。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。あーできたー、聞いてる人損ちゃう？いや、むしろ聞かれ損やな。上から俺ら聞かれ損。ABC は繰り返しません。まあ、繰り返さないつもりでしたという感じがね、うんうん、一応 Z まで行ってからもう一回 ABC という感じで、うん、で、あの ABC に送るにはっていうのはまだ項目ができてないかな。社長はあの、ああそうですね、はい、だから何でも知ってる塩田さんのコーナーに送っていただければ ABC の方に勝手になるということかな。ああ現状そうか、うん、まあ普通だでもそう、あどっちでもいいです、普通だでも、まあ、あの ABC 係ってだけ書いていただければ、うん、そっちに入ります。はいはい、いやまあ僕この後もまたヨロキンの稽古なんですけども、楽しいですね、なんかいろいろとワイワイとしてて、でてかもうダンサーさんとかがすごい
わーっとなる、うん、結構華やかな舞台なんで、まあ時代劇って言ってるけど平成時代劇なんで、まあ全然とっつきやすい内容ですし、多分すごいいい内容になると思います。きらびやか、きらびやか、ほんまに花魁のかっこよさというか綺麗さとかいうのを見てほしい、本当に。でセットもすげえかっこよくなってるんで今。あ、そうなんや。見てる写真見る感じでは、ね、うん、え、前あったなんかをもう一回ってこと、うん、新作やな、新作やな、なんか脚本家の方がとか言ってたもんな、うんうん、新作すげえ。だから僕も普通にダンサーさんとか踊ってんのなんか7人8人ぐらいおんねんけど、うん、それを僕見てたいもん客席で。ああ、俺もちょっと楽しみやもん今回。めっちゃかっこよさそうやもん。なんか踊ってるのも普通の私服とかでわーって踊ってる風景だけを見せてもらったけど、かっけーなーと思って。いやなんとか行きたいな、でもほんまに、うん、で代役でちょっとだけ僕もあの振り付けとかやって覚えたんやけど、うん、いや楽しいね、なんか踊りダンスって楽しいな、ダンス入れるで俺もそのうち入れるでダンスっておもろいな、なんかすげえおもろい、全然似合わへんけどないやダンスとか楽しいな、まあ普段やらへんので僕ダンスとか。ああそうか、うん、なんか面白いなと思うし。あー D ダンスか。あ、俺本あったな今日。お、本すごい、タイトルがすごいね。うん、まあ相当有名なやつ。うーん、うん、はい、こちら準備 OK です。はい、オープニングいきますか。はい、はい、お願いします、はい、設定としては1月最初になります。はい、はい、あ、じゃあ明けましておめでとうございます。うん。から入んの。まあまあまあ一応。お便りが来たんですけど、はい、印刷した方がいいかどちらがいいですか。一応何でも知ってる塩田さん宛なんですけど。ああ。ごめんなさい。D D なのであれですね。A B C の方です。あ、はい。じゃあお願いします。今印刷した方がいい。あ、後でで大丈夫です。はい。はい。ではオープニングが先に撮ります。はい。はい、音楽が聞こえたらトーク開始してください。はい、はい、それじゃあいきます。3、2、はい、明けましておめでとうございます。俺ら聞かれゾンパーソナリティの塩田と島岡です。はい、どうも皆さん明けおめです。2013年になっちまいました、はいはい、なっちまいました。はい、いやマヤ文明の暦は、はい、っていうお話をまた次のおすすめとかで言っちゃうのかな。そうやね、そうやね。まあ一応でも収録なんで、うん、ちょっといろいろともう新年しょっぱな、もう今のはあかんわ今のは調査やもんもう聞いてるポッドキャストで聞いてる方はもうびっくりするよ。ちょっともう喉頑張っていきます、はいはい、そうですね、はい、声出さへんかあかんねん、ギリギリ出るか出へんかのところでせめぎ合うからプルンってなる、うん、プルンってない分かれへんよその表現が。もう声はね僕ね基本的には出続けるのでね、うん、うんうんうん、まあね飲み物も飲まずやってるもんねあなたは。そうですね、はい、私は俺日本ないとでも日本毎回出らへんからな。そうやな、うん、もうええわ今日とまあとりあえず新年、うん、新年始まりましたよ。一発目ですよ本当に。こっから1月の7日かな、うん、今日が7日ですね。まあ結構経ちましたね。うん、結構経った。もううちの舞台もね、うん、終わりまして。どうでした。いやー大断言とはこの子毎回そういう風な感じでいくやん。そうそうそう、うん、分かった。そうそう、うん、まあまあ新春公演が今多分やってますんでね。あ、そうですね、7日から、はい、うん、7日からじゃないか、うん、やってます、ね、大丈夫、そっち全然頭入ってない。そうそうそう、そっち全然入ってないけど、うん、今でも10日ぐらいまではあのやってますんで。あ、はいはい、もしあの僕は出てないですけども、うん、一応ヨロキンとして出てますんで。場所は一緒や。場所は一緒で。ほう、じゃあセットとか組みっぱなしで。そう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 。へえ、うん。でも内容は変わってくるし、登場人物もちょっと変わってくるから。あ、内容変わんねえや。うん。脚本かかる。結構変わると思う。登場人物が変わるからね。ほう、うん。メインは変われへんけど、うん、それ以外の人がちょっと変わるから。別ストーリーみたいな、ね。そう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 。あ、じゃあぜひぜひ2回行ってもらってもいいんや、ね。だから僕も行こうかなと思って時間があれば。うん。うん、まあ直人のが面白かったら俺も行く。うん、おうおう、オッケーオッケー。
これ放送外で言う話じゃない多分ね、うん、思いっきり乗せて言うてるからね。まあええか、うん、まあまあこんなもんやからね、毎回フリートークやから。そうやな、うん、今回何回でしょう。ね、10ね、17回やろ。はい、では第17回俺ら聞かれゾーン始まります。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。俺ら聞かれぞー2分55。はい、地震あったん12月15日。あ、揺れてましたか。あ、僕全然、いや俺らは無理やわ、もう喋ってもこうやって、うん、こうやってわーってなってるからね。とりあえず教祖様くらいになると団員にお年玉とか配るのと。あ、そうですね立派なのし袋に、のし袋に、ポチ袋じゃないよ。おお、素晴らしいねポチじゃない、のし袋にドンドンと聞きましたか団員の皆様。やばいもう載ってますね、 YouTube 載ってますね、うん、はい、おや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 、映像がぐちゃぐちゃとなってしまった。ディスプレイがおかしいですか。はい、ガガーってなってます、うん、おー、叩いてんだろ、壊れかけなんですよ。あはい、それじゃあ続きは、はい、今日そのおすすめのコーナーですね。はい、はい、じゃあタイトルコールして Q ランプ続いたらトーク開始です。はい、はい、今日そのおすすめ。はい、始まりました、新年一発目今日そのおすすめのコーナーです。このコーナーはですね、今日そが皆様に おすすめしたい物事を紹介するコーナーですね。新年一発目は何でしょうか。はい、前回雑誌ムー、はい、あの学研から出てる都市伝説というか、うん、まあいろいろな、科学では解明できない謎に挑むみたいな雑誌をご紹介したんですけれども、はいはい、そうですね、まあその続きで前回予告した通り、関連付けたような書籍を、うん、ご紹介したいと思います。こちらですね、ウィリス・ジョージ・エマーソン著、うん、田中正人さんが役をされておりまして、うん、こちら現代はスモーキーゴッドっていう、題名で、まあいろいろ他の系列本に、まあ出典として挙げられたりとか、うん、よく有名なやつなんですけど、まあ邦題がですね、地球内部を旅した男っていう題名で、うんうん、で、五次元文庫さんの方から、徳間書店さんからですね、出版されてるという本なんですけれども、はい、こちらですね、まあ読んで字のごとく地球内部を旅した男の話だと、うん、で地球空洞説って知ってる。いや全然知らんけど、まああの前唾もんだとかいう人もいるし、うん、非科学的だっていう人もいるやろうけど、そういうこともありえるんじゃないって考える方が俺は好きなので、うんうん、まあ地球空洞説っていうものを今回、まあなんだそれバカらしいっていう人もいるかと思うんですけど、うん、まあ、うん、遊びとして聞いてもらえればいいと思います、うんうん、で空洞説っていうのは地球の中って空洞になってんじゃねえかっていうのが説やね、うんうん、で、まあ、この地球内部を旅した男もそうやねんけど、北極とか、うん、南極とかチベットの山奥のどこかとかに、うん、内部に通じる穴があんじゃないのっていう説が前々からあったわけ、うんうん、で、実際の写真、北極を上から撮った写真とか、まだ北極点に誰も到達してへん時ね、うんうん、まあ、でっかい穴が開いてたとか、うんうん、そういう、まあ、目撃情報、うん、まあ、本当にオカルト的なことやから信じるか信じないかみたいな話やねんけど、それで、さっきちょっと前回放送でナチスとかも言ったけど、うん、ヒトラーはもう最後、戦争負けかけてる時にもう南極にめっちゃ探検隊送ったわけ、うん、地球内部に行こうとして、うん、っていう話もあるぐらい、うん、地球空洞説っていうのはなんやその顔は。いやいや、俺なんでなんで僕すげえ面白いなと思ってもっていうのは、まあ広く信じてる人もいるわけ、うんうん、で、
この地球内部を旅した男っていうのは、その旅した男からこの著者が話を聞いて、100歳近い、俺は旅してきたんだ、今まで誰にも言わなかったんだけどな、うん、っていうのを著者が聞いてそれを書いたっていう、もう100年ぐらい前の本やね、うん、でその地球内部について、その100歳近い、まあ、亡くなられた人から聞いたことをまとめたのがスモーキーゴッドっていう本や、うんうん、で、まあ、地球内部っていうと、例えば北極の中からボーンって落ちるやん、うん、どっかで重力が反転すんねん、説としてはね、だから地殻の中心、地球の中心に重力が、重力の発生源があるんじゃなくて、うんうん、地表というかね、あの地面があるやんか、うん、それの中心に重力があるんじゃないかっていう説なわけ、うんうん、だから北極からボーンって落ちたら、いやどこまでも落ちていくんじゃないのか、いや何キロか何千キロか行った時点で重力が裏返るわけ、うん、だから、中に入っていったらまた普通に立てるというかね、うんうん、まあ、中に空洞があって、その空洞のへりが地面になってるというような考え方でいいと思うんやけど、うんうん、それで地球内部ではまあ巨人族がいたりとか、すべ、うんうん、てのものが大きく育ってる、うん、で、まあ太陽があるとか、うん、まあ、その辺は本当にどれが本当でどれが嘘か、うん、全部嘘か分かんないけど、まあ、そういう描写がありまして、うんうん、で、まあ、一年中温暖で、それはずっと太陽が上がってるわけだからな、うん、だから、まあ、そうやって、地球空洞説、そこはもうアトランティスだみたいな、うんうん、そここそがアトランティスだったみたいな話もあったりとか、うんうん、面白いんです、うん、でさっき言った月が人工、物じゃないのかっていう説とかも、あのムーとかでもう超面白い、うん、だってさ、でかさとかありえへんやんか、月の存在って異常やろ、異常や、うん、やろ、めっちゃでかいもんね、そう、めっちゃでかい、うん、衛星として、うん、地球の衛星としてありえないぐらいでかい、うん、しかも地球から見た大きさって月と太陽全く一緒って何って話や、うんうんうん、なんでそんなぴったり合ってんの、うんうん、っていう話やろ、うんうん、まあ地球の存在こそが、あの誰かが表現した言葉がすごい好きやねんけど、うん、今はいろいろ他の宇宙の銀河系、その他のところにも生命体がいたって全然おかしくないじゃないかっていうような話もあるし、うん、俺が前なんか舞台の台本でも書いたけど、親宇宙子宇宙みたいな、うん、宇宙はずっと分裂し続けているっていうのが最新科学の、うん、量子論的なものの、話だっていうようなことも書いたと思うねんけど、あの何をとしてんだっけ俺、うん、いや知らんよ、月の空洞説で、うん、月も空洞なの、あ、じゃあ人工物で、うん、月の大きさは偉大すごすぎるっていう、あ、そうそう、うん、で、あのそれも踏まえて、うん、いやねんけど、一応好きな例えば地球っていうこんな奇跡の星が生まれるためには、うん、腕時計を全部ネジ一本に渡るまでバラバラにして箱に入れると、うん、それを振って開けたら腕時計になっているようなもんだっていうことを言った人がいて、はあ、すごいなんかいい例えやな、それや、そこが言いたかった、あ、そこが言いたかったね、うん、まあだって0度から100度の間におらなあかんねんで、水っていうものが絶対に必要や、うんうんうん、だから0度から100度の間にその天体の、星の温度がないと水はないねんで、うんうんうん、って考えるとすごくね、いや、まあね、うん、うん、すごいよ、なんだなんだ、じゃあ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 すごい、いやもうだから全部が全部すごすぎるから、うん、うん、すごい、あ、だからあれやな、あのダーウィンの進化論もそうやけど、うん、インテリジェンス、サムシンググレーとか、うんうん、だからキリスト教的な教えではまあ進化論と反発するような、うん、アメリカの学校では進化論と同時にこの世界は誰かが設計したっていう教え方も今半々ぐらいで出てきてるっていう、うんうんうん、だから誰か偉大なる誰かがこの世界を作ったみたいな、うん、まあ、キリスト教的やね、うん、それを両方教えてるんやけど、うん、あるんじゃないかと思いますよね、それもそういうのもあってもいいんじゃないかと、いや誰かが作った可能性だってあるよね、うんうん、でそれね、思うよね、うんうん、もうこんなん話し出したら止まらなくてね、さっき着地でも見失ったりもするぐらいね、うんうん、もうわっちゃわちゃなるんで、はいはいはい、また次回以降まとめてお話したいと思います、はい、以上、今日そのおすすめのコーナーでした。オッケー、7分35。今日そのおすすめの時の塩田空洞説。むしろ聞かない、ね。僕からこ、これをもらう。俺ら、やれぞー。
シフト空洞説ね。うん。今日そのする時僕一切喋らへんからね。うん。これはおもろいな。うん、うん、ってなってくる。そうなんですよ。昭和はこんなんがいっぱいあったんですよね。UFO だとかなんか。まあでもほんまに日のないところにっていう感じやから、もう何かしらはあってもええと思うのよね、うんうん、UFO もそうやし、なんか英語の教科書でそんなんやってたな、 UFO の UFO 初めて見たみたいな、うん、なんか飛行機の操縦者がなんかそんな変な飛行物体を見て、まあ大概見てるっていうよな、軍の飛行士の人って、うん、でまあそれを伝えてたらすごい広まってフライング、うん、なんか僕 UFO ってなんかフライング操作ってあれはどこの言葉なの、うん、英語なんかな、英語やろ操作、うん、あ UFO って、まあ、あれナチスが作った説もあるけど、うん、はいいろいろと、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございますそういうなんか未確認に飛行物体は全部 UFO になるのか、一応フライングオブジェクトなんだ、うん、うん、フライング操作っていう言い方はそこで初めて知って、あそんな言い方もあんねやと思って、あの皿型のやつやろ、そうそう、うん、あなんかあったな、それ系の何やったかな、映画、映画、うん、いや俺おすすめさ、うん、やっぱり映画もそろそろしたいねんけど、あ見直す時間がないんですよ、うん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 、うん、だからそれ見て次1月8とかまで開くんやったらそこでしたいな、うん、で UFO 系のやつでなんかすごい良かったなっていうのがあって、うん、うん、まあ今話してたあれやけど、もう滅びんねん多分全人類、うんうん、で俺あの許されへんのがさ、まあ、ハッピーエンド型か知らんけど、うん、アメリカ映画は、うんうん、あの地球滅亡系のやつだって、うん、北半球だけとかさ、あ、まあ、結果なんかどっか残ってるやんっていう、ねえ、それがもう滅亡するっていうのが俺は見たよ、うん、ああ、うん、完全に、うんうん、あのまあああいうのは映像を見に行くねんけど、うんうん、映像を見にしか俺映画は行かないので、うん、ストーリーを見るんやったら一人で家で見た方がいいや、うんうん、いや映像な、僕もトランスフォーマー見たくてしゃあないねんな、あれも終わったんじゃないの、家で見るしかないんじゃない、そうだから家で見るしかないけど、うん、見たいのよね、映画館の方がええやろ、でもああいう系は僕映画館に行けない人やから、何なんそれ、分かれへんねんだけど、なんかこう映画館に行けないのよ、あれってちゃんとしてリラックスして見れるもんな、俺はあの遠くてもいいから空いてるところに行ってもうダラーンってして見る、ああ、うん、それかあの終わり間際とかレイトショーとかそういうのを狙ってもキチキチとか絶対嫌やから、それやったら俺も嫌やわ、行かれへん、あ、うん、僕あとなんかその余韻に浸れないのが嫌なよね、結果そこ見終わったらわーっと外出て、あ確かに、でまた新しい情報がすごい入ってくるやん、なんかもう嫌が多にも、うん、それでなんか整理できへんのが嫌やから、あでも俺は映像を見に行くから余韻いらんねん、うん、あストーリーが見たいと思ったやつは家で見るから、うんうんうん、あと考えるもんが好きやから、それはもう余韻が必要やから絶対家で見るけど、うんうんうん、これ映像が見たいな、だって最近の映画なんかストーリーが面白そうなんてないやん、うん、映像メインになってるわね、そうだから映像コマーシャルとか見て、うん、あ面白そうやなって言ったやつは行って、どうせ今やってる最近の映画なんかもうストーリーアホばっかりや、うんうんうん、あのあれは面白かったけどインセプションは、うん、だから映像見に行って終わりやな、うん、いやでも早くな、そこなんか仮なね、そうだからさおすすめ、うん、たまにはやるって僕おすすめできるけど今日全然興味ないおすすめやからさ、あーいいんちゃたまには、うん、絶対後で言われるで僕、じゃあ俺が気に入らなくてもいいやん、あの視聴者の方におすすめしたいんやろ、まあ俺は全然思んなかったけどなって言うだけやから、で言うやん、うんうん、でもやっぱ、うん、何とに任せるのあかんなって言うもん絶対言うもん、見えてるもん、その子おすすめは別にそんなわわやらんでいいもん、だからやっぱいらんわもう、まあ、全部俺がやったらええやろってこうビール飲みながらやってると見えるからさ、うん、やってみよう一回一回やってみよう、うん、それやって、いやでもな、うん、まあうん
おすすめね、うん、特に周りの人におすすめしたいと思えへんねんな。結局自己満足のものをなんか どんなものをおすすめしてんのみんな。みんな、ああ友達とかに、うん、これおすすめやでって言っても結局主観やし、自分が面白いって思っただけやしって思っちゃうねんな。まあ、ただその相手がさ、うん、面白いと思いそうなもんって大体わかるやん、うんうんうん、だからその子に対して面白そうやなとこいつ思いそうやなと思うやつを言うね、うんうんうん、なんか僕そういうの説明ベタなんやろね、そういう意味でもね。まあそうかもしれない、うんうん、でも教祖のおすすめはそういう意味で言うと地獄やで地獄やと地獄やで、うん、もう俺の好きなもんって言うしかないもん、うんうん、で叩かれるやろ地獄叩かれてはいない叩かれてはいない、うん、それじゃあ行きますか。はいはい、それでは行きます。はい、ちょっと ABC、 次 ABC でいいんですか。はい、はい、はい、じゃあタイトルコールからです。オレゾン ABC 過去仮。はい、始まりましたオレゾン ABC 過去仮のコーナーです。もうこのコーナーの説明はね、省略、はい、省略ということで、はい、今回は D です。 D D です。はい、早速お便りもういただいてますか。ま、ね、ありがとうございます、しかも、はい、2本撮りの1本目と2本目の間にいただきました素晴らしいね。いやー、ありがとうございます、はい、ポッドキャストだと2週間ぐらい空いてますけども。そうなんですね、はい、日本撮りで年末年始をまたぐやつをやっておりまして、はい、では早速読ませていただきます。オレゾンネームカッパデラックスさん、ありがとうございます。カッパデラックスさん、男性、埼玉県からお送りいただきました。はい、D と言ったら、うん、DQ、ドラゴンクエストだと思います。なるほど。ドラゴンクエストは知っているのですが、スライムぐらいしか分かりません、うん、そうですか。あまり興味がないもので。ああ、そうなのね、お二人はお好きですか。うん、僕はデー好きよ。あー、ほんま、うん、でも FF 派でしょ。まあね、うん、どちらかといえば FF 派ですけども、うん、でもやっぱ小学校からまあやってましたから、ドラクエも。まあやりましたね。はい、だからまあすげえ好きなのは好きです。でも最近のそのオンラインに対応できてないので僕は。そうやな、はい、前も説明しましたね、話しましたね、第5回6回ぐらいで。はいはいはい、勇者いっぱいおるやんっていう話、ね、あれはもう俺未だに納得してないけどなんで勇者いっぱいおんの、わけわかれへん。うんうんうん、で商人ちゃうわ、うん、いろいろな魔法使いで勇者とか言い出すからもう訳分かれへん、うんうん、何やそれ勇者とは言うてないんだけどね、まあ、ああそう、うん、自らニュアンス的にはでもそんな感じだよ、うん、そうそうそういうことや、うんうん、いや僕はね、まあ、ワンツー多分クリアした覚えはない、うん、あの復活の呪文時代、うん、でスリーとかもないのかな、俺どの辺からなんやろ。ただおかんが好きやったなっていう、うん、おかんがずっとやってたんや。おかんがずっとやってた、お姉もずっとやってた。うんうんうん、なんなんやろな、あの全部クリアした、初めの方のオンライン前って。オンライン前はあのファミコン時代の1とか2はクリアしてないけど、うん、あの何リメイクされたやつは1、2って出たよな、1、2とか、うんうん、はクリアした。あ、ほんま、うん、だから一応エンディングまでは全部やってる。あれ1とか2の1、2って、うん、画像一緒な、画像がめっちゃ綺麗になって、あ、綺麗になって、内容とかそのものは全部一緒っていう。あ、うん、で俺あの5ぐらいから納得いかんようになってきてよな。5ぐらい、もう4ぐらいから僕すげえ楽しかったんやけど。4は楽しかったよ。でも4俺あのトルネコのショーが一番楽しかったわ。いっちゃん楽しいよ、ね、あれいっちゃん楽しいよな。あれ何回やっても楽しいわあれなんなんやろな、すーげえ楽しい。なんかあのマーニャに行った瞬間、うん、トルネコに帰りたいって思う。ちょっと思うね、そう。ちょっと思う。あれでもトルネコって実質さ、うん、あの武器屋やんか。うん、武器屋。で客が勝手に売りに来るやろ。うん、で買いに来たりするのか。うん、買いに来たり。で売り買い延々してるだけやろあれ。ちゃうかったっけ？ちゃう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 。全然初めだけ。あれ正直しなくてもいいもん。え？うん、あちょっととりあえずドラクエ4は、うん、ファミコンかあれまだ。ファミコン。ファミコンで1章、うん、2章から5章まであるんだよな、うんうんうん、で1章が、まあ、
ライアン、うん、そういう風になんかそれぞれ主人公が違うんですよ、うんうん、そうですね、で最後5章で勇者が出てきてその4章までの主人公たちを仲間にしていくっていう流れなんですけど、その3章で武器商人トルネコってやつただのおっさんなんですよ、ね、ただのおっさんや確かにただのおっさんや、うんうん、であいつのところ売り買いだけちゃうかった、売り買いだけじゃない、全然普通にダンジョンもクリアしなあかんし、アイテムを取って戻ってこなあかんしっていうので、え、あの売り買いなんな、売り買いはオプション、初めにあの旅するときに初めにお金全く持ってないから、うん、そこでアルバイトして多少お金貯めて初めの軍資金にしろよって、あれバイトやった、バイトバイト、で途中で自分の店持って、でそこで自分の店で勝手にあの奥さんねねさんって奥さんがおんねんけど、うわ全然覚えてないわ、売ってくれんのよ、うん、で儲けてくれんのよ勝手に、うわもう一回やりたい、あれは面白いだってもな、うん、あれは面白い、でも5からなんかなったっていうのは僕納得できる、僕5が一番好き、いやあのさストーリーはええで、うん、あとパンチョっていうネーミングセンスはもう最高やまあパンチョね、うん、パンチョはもう最高やけど、うん、あの嫁選ぶやん、選ぶ選ぶ、あれなんなん何何何、嫁選ばされる感じなんなん、あと、うん、まあこれも悟空からご飯にっていう感じと一緒やねんけど、うんうん、なんか主人公代わりが許されへんねん俺、あーなるほどね、うん、初めの主人公が本当の真の勇者ではないっていうのね、そうそうそう、おとんっていう設定ね、おとんっていう設定ってどういうことや、いや主人公が伝説の勇者のおとんっていう設定、うん、ああそう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 、あれなんないやだからこそやってる側は、うん、あこいつが勇者やと思い込んでたけど途中で変わって、うん、おーなるほどこういう風になるんやっていう、なんか優先順位あるやん戦っててさ、うん、ない？あのもうこいつ死んでええわみたいな、あ、まあまあ、あるあるよ、あるよ、あるよ、あれの優先順位が途中で入れ替わるやろ、いや入れ替わりそうになるやろ、どうなんどうなんてなるやん、いやでもやっぱり長年育てた主人公やし、うん、主人公一番強いもんやろ、うん、そしたら伝説の勇者を見殺しにするわけやで、いや見殺しにはせんくて、危ないってなったら主人公って取るわけや取る取る、伝説の勇者ええわもう世界救われんでええわってなるわけやろ、どうするの、まあじゃあ、うん、いやそう、そんなそんなとこまで言ってないけど、そこまで俺は考えるから嫌なの、うんうん、だからもう勇者で一人でやってくれと、だってそれで主人公を守るってなったら、うん、なんか世界観は成立してなくないって思っちゃう、いや守る守らないはそれはあのもう自分の判断でいいから、うん、いやでもそこで主人公から伝説の勇者行く、でもこいつまだ弱いしちっちゃいし、うん、主人公ってなっちゃうから許され、うん、まあまあ確かに結果的に5は主人公が一番強いけどね、そうやろ、うん、あれは納得いかんよな、天空の装備も納得いかんし、ね、あまあただね僕今日夢でね、海にちゃうプールっていうか、うん、ギガ電位落としたプールに今日プールに夢でギガ電位落としました、ね、うん、8回8回もよー MP 持ったね、MP 尽きてんそこで、尽きたよ、出んようなあ、出んようなあの最強に近い呪文を僕は今日夢で使いました、うん、はい、はいはいはい、稲妻のね、稲妻のねギガ電位を使っちゃったわけね、いやーたまに使うね俺夢でギガ電位、うん、使える、ギガ電位に憧れ、いや僕はギガ電位使えたことないもん、ほんまに、うん、メラぐらい使えたけどね、あメラはでも使える、うん、俺もう完全に今日夢でギガ電位って言ってたええ年して悲しいな、悲しいな、悲しい、もうギガデインがまあでも最強やった時代もあるけど今全然また変わっちゃってきてるからね、マジで、うん、全然それよりも強いパーツいっぱい出てくる、そうな、うん、俺の中ではもうミナデインで止まってるけど、いやまあミナデインも強かった時代ありました、え、ギガスラッシュはでも知ってんで俺、あギガスラッシュ知ってんの、うん、うん、でもジゴスパークとは知らん、あジゴスパーク知ってる、あ知ってんの、知ってる知ってる、マダンテはマダンテも知ってる、あ知ってん、うん、爆発メガンテみたいな感じやろ、メガンテみたいなあれ名前だけやもん、マダンテって MP 全部使える、そう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 、あ知ってる知ってる、おお知ってる知ってる、すげえすげえすげえ、あぶねえ、そんくらいで大丈夫、まだ大丈夫、いやもっと進化してるけど、まあまあでもそれは知っとけば、うん、新しいの出たら教えて、いっぱい出てるけどね、以上、ねえ、先生アップンゴー終了、何やったっけこのコーナー、ドラクエで全部持ってかれた、そう ABC のコーナー、毎回わからんけど、いや、むしろ聞かれ損やな、上から、まあこれはでデストラーで忘れてたんかい、じゃあ忘れてたんじゃなくて、これでもう盛り上がっちゃって、うん、2周目で言おう、
もうデストラーデめっちゃ言いたかったのに。ゲームの話したら僕つけへんからさ。ほんまやな。僕だから F 危ないな。おすすめとかさいくらでも話せるで、うん、2時間とかじゃ持たへんもん僕の中で。結局あるやんだからそういうさ。でもおすすめじゃないけどこれ僕がうわこんな楽しかったさこれはさこれはって言うだけやから。そこにそれぞれになんか、うん、なんかいろいろとこうつぶ立ててボケを、うん、ボケをいやなんかいるやんそこで、うん、これでさあの、うん、まあ自分で言うのはあれやから、うん、終わってから言うけどこれがこうなってさってこれありえへんやろみたいな。そうそうそう、さっきの勇者の感覚みたいなこと、ね、そう、うん、用意していけば全然成立すると思う、うんうん、まあ、その用意が問題やねんけどな、うん、いやー FF 話したいわー、すげえ好き。いや次回やばいなそうか次 E と F か、うんうん、2回やる F これが本当の FF や、うん、次が、次フリートークですね、はい、準備の方はよろしいですか。はい大丈夫です、はい、音楽なし3、2、1。はいフリートークでーす。もう新年一発目のこの放送のフリートーク、明けおめトークですね。明けおめ、はい明けおめ初めて言った、うん、明けおめ、うん、あーメールとかでも言ったことない。あもう僕は割ともう最近は使い始めてますけど。あほんまに、はい、明けおめことよろは。いやー俺その挨拶すらせえへんもん。あでも略すってもうきついわそれ明けおめことよろ、うん、ってメール言うも言うの言うも言う、うん、まあ、言う方が楽。言ってきよるしな。言う方が楽。僕、うん、なんかメールで明けおめことよろってなると、うん、なんか寒い気がして。いや、どっちもどっちやけどな。言う分にはさらっとしてるやん。明けおめーっつって。ああ、まあ確かに、うん。メールでわざわざって感じする。そうそうそう。でも僕、だから新年一発目のメールとかどうしたらいいの、あれもう送れないって恥ずかしいから。気にせんかったらええやんけ。挨拶で送りたいってこと？年賀状的感覚。そう、年賀状的感覚で、お、なんか送った方がいいんやろなっていう感じやねんけど。うん。でもなんかさ、まあほんまに形的なあれなるやん。うん。だから送れないのよ、恥ずかしくて。え、なんで送りたいの？いや、送りたいんじゃなく、送らなあかんかなっていう気になるのよ。なんか年賀状みたいな感じで。ああじゃあ来たやつ返したらいいんちゃうの？それはまた違うわけ？そう、なんか来たやつ返すのはまあするよ、うん、けどなんかちょっとそういうのではなく知ってる人全員に送る、いやまあいいかと思って送ってないねんけども。広がんのかそれ？いや広がれへんよ。だから聞いてるだけってだから聞いてるだけ、うん。いやもう俺そんなんはしない、うん、めんどくさいもん。そうやね、うん、うん、で前回とか、うん、前回収録ね、うん、コメント返せてなかったなと思って。結構さこれどうしたらええんやろな、うん、もう完全に笑いなしのフリートークやねんけど、うん、レベル E 買い直しましたとか、うんうん、キューブ見ましたとか言ってくれんのを YouTube で見て、うんうんうん、あって思ったん、うんうん、無理かそれ見ながらって。無理ちゃう？無理か、うん、ええかええでしょ。ええか、うん、しゃあないもんね。どうしても話してたら返せないし、こうなっちゃうもんな。で俺ほんま目バグってんね、うん、さっきから。わかる？うわー、なんかうん、いや見ててわかれへんね、うん、うん、なんだやろう、喋っといて。いやもう目バグってんね、もう毎回これやからさ、よう分かれへんねんな。前回大丈夫やってん、うん、今回バグってんね。いや僕からこの映像すごい欲しい、すごい面白いかもしれないすっげえ面白いかも。なんかさ、うん、人が違うみたい。釣り目になるだけでだいぶ一緒変わるやん。ほんま、うん、さっき島岡さん超えたっていうコメントとかあったけど、うん、もう風邪とか寝起きとかいろいろあってもうむくんでんすよね。ああ、超えたじゃなくパンパンに腫れてる。パンパンに腫れてるんすよ、うん、元でもパンパンやのに、うん、やばいわほんま。パーンってなるわパーンってなるって顔がパーンってチャポンっていう原理と一緒やないかそれももうパンパンなんすよ、うん、顔むくむ感じ。まあまたしてもはっきりと言うと、うん、俺今日喋ることないで。うんうんうん。そうですか。うん、僕もそんなないけどね。毎回全く僕用意してないから。そうだからそれやったらさ、うんうん、社長が、うん、良い大丈夫ですかって言った時に、
俺に返事させろや。でも僕は大丈夫ですよっていう意味で、あ、大丈夫ですっていう。いやもう俺がする、俺がする。それは一回あったんよ。だから、うん、大丈夫です、大丈夫ですって言って、潮田さん大丈夫ですかって、あったから、僕はだから僕は大丈夫ですっていうことを伝えるために毎回僕は大丈夫ですって言って。あ、そっか、うん、まあそれやったらええわ。それ以外ある？僕毎回何も考えない、次フリートークか、まあなんかなるんやろなっていう感覚でしかおらへんから。あの、喋り出したらっていうところもあるんやけど、うん、でもなんか言わへんと俺もいきなり自分で思いつかなあかんの。いやいや、だからその、うん、僕も何かしらの提供しようと思うけど、うん、毎回そんな出てこへんやん、そんなすぐにさ。毎回しようとは思ってんの？え、そう言うと、毎回何もないうちから俺が初めの方でポンって投げ込むやんけ。うん、投げ込む、確かに投げ込む、うん、で提供ないぞいつも。うん、ないね。うん、慣れて提供すなっても言うたやもん。いやだから提供っつうか、さっきのあれやんか、うん、あのイルミネーションのクリスマスのあれとか、そんなんでええねん。じゃあ新年やおせちとかどうなんよ。おせち好きか、あれもうなんなん。僕おせち大っ嫌いやねんけど。俺も大っ嫌い。エビはええで。じゃあもうなんか、あのエビはええ、それあかんやん。もうなんか好みの全部全部あかんの。僕基本的に僕、うん、食事が冷たいって考えられへんから。あー、わかるわ。だからあのー、なんちゅうの、お吸い物っちゅうんかなんちゅうんや、味噌汁は、うん、あれはあったかいからいいけど、うん、それ以外のおせちって冷えてるやん。でも冷えてて好きなもんってないの？じゃあ冷やし中華とかあかんの？じゃじゃ、だから、うん、おせちじゃないやんそれも。え、なんやねん。冷やし中華は僕昼に食べんのよ。うん、夜に食べ、あ、夜に冷たいもんな。うん、あ、それはないわ。朝一に冷たいもんとか、寒いのに朝一であんな冷たいもんガサーってなるのよ僕は。あー、わかる。朝は雑煮やな。うん、で昼がおせち。ローテ的に今の感じで言うと、今の感じで言うと、そうそう、うん、で夜何食うの？鍋とかかな。あ、夜の鍋は普通にあんのよ正月。俺今週鍋王やったわ。何やねんそれ。全然読まれへんわ、鍋王って。俺今週鍋王やった。鍋王なんか分からへん、うん、永遠に鍋してる。今週今週やばかった。おうおうおう。いやもう疲れてるのもあったし、楽やん。まあ鍋楽やし、うん、結構いろんなもん食べれるしね。何でも突っ込めば突っ込んだら食べれるやん。アンチョビガーリック鍋っていう元があるね。すげえ鍋ね。ずっと気になってて、うん、で行っちゃうかって勇気を出して行ったやん、うん、あの鍋じゃないけどピザにアンチョビがちょっと乗ってたりすると、うんうんうん、それを食べたら俺もあかん、匂いあかんってなんねんけど、うんうん、アンチョビガーリック、アンチョビっていうあの響きなんないのな。前のバルサミコ酢じゃないけど、うん、うまそうやね。今日分かれんけど、うん、嫌いやのに。うん、ピザの時は臭いってなってんけど、うんうん、でもアンチョビっていう言葉はまだ俺の中で輝きを保ってる、うん、だから行っちゃった。おうおう、ドキドキしながらやで。そらそうやな。これミスターどうする、全部捨てて元ごと入れ替えてとかって、予備のもんも一応トマト鍋みたいなの買っといて、おう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 、でまあうまかった。あ、臭みなかったんや。なかった、いけたいけた、あれはね。だからアンチョビあんまり好きじゃないっていう人も、まあ、もし元アンチョビガーリック鍋見かけたらおすすめです、うん、以上。フリートグロコーナーでした。なあなあ教祖、これ聞いてる人損ちゃう？いや、むしろ聞かれ損やな。上から、俺ら聞かれ損。でもアンチョビガーリックいけたんやね。うん、ガーリックは強かったのか。アンチョビいなかったもん。え？その鍋の味に。分かる人分かんのかもしれんけど、うん、俺はその臭いしか分からへんから、うん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 、臭いだけでアンチョビを判断するといなかった、うんうんうん、ルスやった。ルス、ルスしてたんや。ルスしてた。ガーリックはいらっしゃった。いらっしゃったね、うんうん、なんかガーリックで消えてたんかな、臭みが。かもしれんな、うんうん、じゃあアンチョビいらんかったんちゃうかなっていうところはあんねんけど、うん、それをアンチョビ抜いたんを食べてみたよね。あー、だからガーリック鍋ってこと？そうそうそう。だから元でやっちゃったから。うんうんうん。いやー、あの前回さ、コメントエグかったん知ってる？いや全然知らんけど。あのニコニコでまたパッて調べた時の、うんうんうん、あの前回のコメントの数が400何ぼやって。はあ。いつも100何ぼやの。うん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 。なんでそんな来てたんやろね、400。
何やったやろな、駄菓子か、駄菓子で来てたってこと。あー駄菓子の話したな。うん、まあ時間もあったかもしれんけどな。いやーほんまに今日、うん、あの何やろな、ゲスト明けっていうかたまにあるよな、ゲスト明け、あのゲスト明けじゃなくて、うん、あれこのまま撮んのっていう精神状態の時。確かにね、うん、ちょっと画面一回消えますね、はい、確かにそういう感覚はあるね、うんうん、その時はあんま俺回らないんで、うん、頑張ってやとりあえず次回は連れてくれる人がおったら連れてきたりとか、え連れてくる、あ毎回ゲストを呼ぶって言わそうせんでもいいってことか、うん、まあ今の話の流れはそういうことかっていう意味、うん、いやそうじゃなくて、まあ、全然延々二人でも僕は一切一向に構わないいや僕もでも生放送見てみたいな、あ俺も見てみたい、コメントしてみたい、自分の放送を生で見てみたい、見てみたい、うん、まあ無理ないけどね、ああ、うん、俺ちょっと一瞬今日迷ってんけど、うん、その朝ニコニコ検索してんけど、うん、あれこれ視聴者サバ読みのために自分でタイムシフト予約して家出るとか思ってけどまあやってないですけどね、うん、ほうほうほう、じゃあエンディング下がっていっちゃいますか、はい、はい、あ、それだとできるな、はい、いきます、音楽聞こえたらすぐトーク開始です、はい、3、2、1、はい、エンディングです、はい、新年一発目の放送でしたね、ですね、はい、まあ12月に2日の公演の時からですね、うんうん、まだ未だに風邪が治っていない、はい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 、頭が痛くてたまらない、うんうんうん、今週鍋王だった島岡でした、うん、でしたってもなんか終わる感じなのね、これから始まるのに新年が本来ならばなんか抱負とかそんな言うていくべきなんやろね、じゃあ、うん、どうぞ、あ僕、うん、でも今年はね一応まあ舞台もこの放送ね流れてる時には終わってますんで、うん、なんですけど、まあ一応今年もバリバリいろいろと舞台とか、まあラジオの方もねいろいろと活躍していきたいなと思っておりますね、はい、うんではフランかい、そうですねなんで俺がじゃあ僕はですねって言わない誰も望んでないみたいな、いやいやちょっとそんなことない、だどうぞ競争次、うんうんうん、はい、いやー2013年になりましたねほう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 、どうやっていきましょうか今年、まあ僕ら劇団巨源癖、うん、はいはい、そうですね、という劇団をやっておりまして、うんうん、まあ劇団としての活動は、うん、初めに、そうか前回放送の最後に申し上げたんですけれども、うん、今年はできるだけいっぱい公演をしたい、うん、まあ裏公演も含めましてねやっていきたいと思うんですけれども、まあ個人的にうーん頑張りますゆるゆる、うん、やりたいことが多すぎてね、まあそうやね、やりたいことはいっぱいあるね、うん、まあ本当に終わった時にこのラジオでいい報告というか、うん、今年終わったですわって言えるようにね、そうやね、うん、あんの番組そこも含めてね、うん、去年こんなんやってたよなってまたここで言ってられんのかな俺らはああそうやね、うん、これで1年経ちましたねみたいな話ができるのかどうかできるのかな、うん、一応まあできるだけねそこは目指していきましょう、うん、抱負として、抱負の一つとして、そう、うんうん、そうなったとするともう60回とかなってるね。マジか。すげえな。今10何回や7回目かな。そう。うん、あだからもう70回とかになるから何回遅刻してることだろうね。ああ。ああ。
今日も実はちょっとやってしまった。ちょっとね。いやでもあれはもう電車のせいじゃないかい。そうだ。電車のせいだ。そうだ。うん。JR が悪い。違う。そんな大手の敵まさね。あかん。そんな言ったか。とりあえずお便り募集しておりまして、はい、キキゾンアットマークアルファハイフンラジオドットコム、KIKIZON アットマークアルファハイフンラジオドットコム、こちらにお便り募集しておりますので、どしどしお寄せください。はい、では第17回新年一発目、俺ら聞かれゾン、はい、パーソナリティの塩田と島岡でお送りしました。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。どうかコメントができん、聞かれぞ、まあ、僕らのコメントがモロに反映されるっていう。いや巻きましたね。あ、だいぶ巻いてる。うん、ラジオドラマが撮れるぐらい巻きましたね。じゃあこの後ラジオドラマです。俺カズノコ嫌いやね。あー、カズノコは僕割と好きやけど、でもその味の染み具合によって変わるな。苦い、染み具合、なんか苦い、苦い、うん、カズノコが、うん、苦い。そう、カズノコ苦い。目がバグってる。僕ほんまおせちがな、だから正月が嫌で嫌でしゃあなかった。毎回おせち食べるの。うちなかったな、ちらし寿司やわうち。ほんまに、うん、あでもある時あったから。夜は鍋やったけど、うち毎回そのばあちゃんが全部作ってくれてたから、うん、おせちで何入ってんの。栗きんとん、豆とかやろ。そうそう、かまぼこ、お豆とかかまぼことか、エビとか、名前がよう分かれへんけどね、うん、あとあのなんか魚、ごまめか、ごまめとか。なんだこれは。あ、伊達巻き。俺卵焼き好きじゃないね。あ、そうなんや。うん、あの半熟まで、それより上に火入れたら卵嫌い。僕半熟が嫌やね。なんなん、あのトゥルトゥル感が、うん、もう僕完全に火取ってないと嫌やね。おでんとか全部そう。うん、何トゥルトゥル、トゥルトゥルがなんで嫌なの。なんか嫌やね、なんかあんま火通ってない感が好きじゃないね。卵は全部生は生とか考えられへん。牛丼食う、まあ、食べるって。卵はかけかけ絶対。だからすき焼きとかも卵つけへんで。うーわ、損してるわ。考えられへんもん。損してるんじゃないかな。カレーとかに卵入れるとマイルドになるって、もう嘘こけっつって。あ、カレーはない。なんなんあれ。いや、わかんない。そこはですね、うん、だからそこに落としてきてほしかった。そこいきなり否定されたら、おーってな。ここから白熱していこうと思ってた。卵かけご飯も僕ほんま小学校くらいの時は多分美味しくって食べてたんやと思うけど、うん、だんだん食べられへんくなってきて。ほう、その生卵を食うてる思うとなんか気持ち悪くなってしまうね。もう生であればあるほどいいけどね、卵は。ほんまに、うん、僕生であればあるほど無理や。だから牡蠣もだから生牡蠣無理って言ってたら、もうそういう原理なんかもしれない、うん、生ってなんか嫌やね。あー、俺生にいっちゃうわ、うん、何でも生の方がいいと思う。だからもうレバ刺しとか、うん、なんでやねんと思うし、なくなって、うんうん、火通ってれば通ってるほどいいねんな。ステーキもじゃあウェルダンとかいいの。まあでもほんまミディアムっていいねんけど、まあウェルダンよりでも全然僕は問題ない。はあ、うん、レアよりはっていう感じ。なんやったら生でだからレアよりは固めに焼いてくれてた方が僕は好き。はあ、安心するってこと、味とかじゃなくて。多分かもしれん。あれなんやろ、多分血が嫌なもそこに繋がってんじゃん。あー、うん、そういうことなの。なんか生命感が嫌なんじゃないの。あーはーはーはー、もう加工してくれと、うん、もうほんまにそういうことやと思う。あー、俺も生であればいいから、エビチリとかたまにエビから作んね、うん、あの元は買ってくるけど、うん、それでやって
溶き卵を入れた時に固めたくないから、うん、でも生のままやとちょっと微妙やから、うん、溶き卵を乗せたそのフライパンを火から少し離してめっちゃ振ってんもん俺固めないようにそういう、うん、そういうちっちゃな努力をそうそうそうね半熟にしていい感じ、うんうんうん、生を食うてるからそんなお腹いってまうんちゃう。それはなあると思うあんねん僕絶対火通ってない家やからだからハムとかも、うん、あまんまいけるやんけど火通したいね個人的に。ああそうなん、うん、個人的にね。あの生ハムじゃないやろ普通のハム。普通のハムも火通した方が美味しいと思ってまうねん。ベーコンじゃないやろ。ベーコンでもない。でもベーコンはもう絶対火通すけど僕は、うん、ハムも個人的には火通したくなんねん。でも父さんでも普通に食べるで食べるけど、うん、なんか火通したくなんねん。病気やなそれ。うん、だからもうだから熱いもんじゃないと嫌やねん。あ縦の話と一緒か。そうそうそう縦の話と一緒だから冷たいもんやと僕の中でなんかこう昼間に冷たいもんいいんだけど。あまあな夜冷たいの嫌やなほんまにな。そうテンションが下がる。うん夜食う冷たいもんってないんか。基本的に冷しゃぶとかっていうのも昼やろ。うん僕の中ではね、うん、夜冷たいもんとかは無理だな。甘いもんも。甘いもんの飯って何。なんかこのすき焼きとか甘いやん。すき焼き夜ないの。僕の中ですき焼き甘いから昼な。いや昼っていうか、まあ、食べるんであれば昼がいい。甘いもんで最後締めたくないの晩ご飯を。しょっぱいというか塩系で締めたい。そうそうそう甘くなくしたい、でも別にだからってすき焼きでテンション上がらんわけじゃない上がりはするんや軽くね。はい、すみません。川さん、途中で泣いてたね。泣いてたね。3分ラーメンを5分にする。ラーメン、麺が伸びてまうからね、うん、ドゥルンドゥルンになるな。うん、でもあ3分ラーメンを5分にしたらトゥルトゥル感が出るってことだな。ああそうだから僕3分よりも早めの方が好き割と。あーラーメンも固めってこと。固めっていうかそのインスタントであれば、うん、それはでもさっきの話とちゃうよな。うんちょっと違うかもしれない。生八つ橋僕あんこがあんまり好きじゃないからな。僕はあんまり。冷ややっこむっちゃ好きやけどね。冷ややっこにあの、うん、時間かけるのが好き俺どんだけうまい冷ややっこを作るかっていうか。そうそう、うん、冷ややっこにオクラとかを買ってきて、うんうんうん、オクラを一回こうちゃんと塩でガーってやって、うんうん、チンして、うん、で、まあ、切ってのして、うん、でそこにキムチのして、うんうん、そこには卵は絶対いる、うんうん、卵黄だけをボンってのして、うんうん、もう神そこにかけてる時間がもったいなくない。いやそれが好きや、うん、ああかけるのがね。たまにしかできないけど、うんうん、そうオクラ、かつお節、生姜でキムチをのして卵黄をのしてっていうのが僕は好きなんですよね、うん、じゃあ取りましょう。はい、まず今年最後の方ですね。はい、はいはい、16回放送3、2。はい、今年最後の収録でございました。うん、メリークリスマスイブでした。そうですね、メリークリスマスイブでしたね。収録放送の日からしたらまあ最後か。最後ですね。この番組何月始まった。9月。いやそこら辺僕もよう覚えてへんねん。多分9月やと思うわ、うんうん、だってあの8月に直人にめっちゃ待たされたっていうのを覚えてるから、うん、企画会議でね。あーはーはーはー、あそこね、うん、で多分すぐ始まったから、ね、暑かったね確かにあの時はね。おい、うん謝れこのコメンタリーでこのコメンタリーで謝んのすごい状況なんですそれは。まあ今年最後になったらね、はい、まあ来年も同じペースというか週1回更新し続けながら、はい、そうですね、持つところまで走り続けたいと思います、はい、ボロボロですけど、ボロボロですけど頭今も痛いですけど、はい、お願いします。お願いします。よいお年を。よいお年を。はい、OK です。じゃあ次いきます。はい、新年の方ですね。17回放送です。
明けましておめでとうございます。うん、はい、いきます。3、2、明けましておめでとうございます。はい、もう早速なんか社長に笑われてるんですけど似合わなかったのかな、多分そうかもしれんね。うん、明けましておめでとうございますっていうのがそれがダラダラ言いすぎもっとビシッと決めるもんでやったんかもしれんけどね。うん、とりあえずもう新年一発目の収録が終わりました。終わりました、はい、早くも12月15日撮り終えちゃったと。そうなんですね。まあなんか分かるよね、うん、テレビやっててさ、うん、あの年越し前に一発目の、うんうん、前に一発目の放送を撮ってるあの感覚、うんうん、まだまだ今年長いっすよ。2012年まだまだありますよ。まだまだありますね。超忙しいっすよ、うんうん、舞台もあるしね。舞台もあるよ、正直ここから本番が待ってますんでね。いやーでも今年も本番、更新でもお話ししてるんですけれども、うん、個人的、そして劇団において飛躍の年にしたいと思いますので、はい、ぜひぜひ、俺ら聞かれゾーンとともに応援よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。はい、 OK です。ありがとうございます。次写真撮ります。はい、年越したけど服は同じ。そうなんですね。1回目やってはね、服変えたのやつ、うん、うん、そうや、あこれこそや、それか。いやー、稽古着しか持ってきてへんな。あ、そうか。でもここで上着を着てると変わったよな、うん、あー、なるほどね。あ、もうその服の感覚とかどっか行っとったわ。もうなんか捨てたよね、1回目で、うん、いろいろとね、うん、全部確かに捨ててたかもしれん。ある意味固まったんかもしれんけど。そうやな。いやー、明日稽古してるわ、うん、あ、そうか、明日稽古か、うん、いやでもびっくりしたわ、メールが回ってきた時に、あ、稽古すんねや。いや、しようって言ってたから、うん、1回、うん、で、22が結局あれになった、まあ見たやろ、うん、忘年会ね、うちの劇団の。じゃあ、撮ります。はい、はい、まずじゃあ1枚目からいきます。はい、はい、はい、3、2、はい、あともう1枚お願いします。もう1枚、はい、新年っぽくいきましょう。3、2、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。新年っぽくがこれなの。いや、明けましておめでとうございますって言うた後みたいな、こうしてたら顔が見えへんからねと思ったけど。あ、そっか。いや、わからんよ、別に乗らんでもよかったからさ。乗るしかなかったよ。怖かった、うん、取り残されるの怖かった。いや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 、いつもなんか取り残されるというのも我が道を行ってるから、うん、それ旅館の雑誌の2ページ目のおかみ。1ページ目じゃないね、うん、1ページ目はあれや、館長や。ダメ、ドーンって。おかみがこうなった。羽織るものでやるネタ。いや、無理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 。芸人じゃないんでね、私たちは。あれ、新年会はじゃあしゃぶしゃぶ大野菜だ。もう決まっとんね、うんうん、次も鍋やねんけどな、うん、まあ鍋やろ。鍋王やから、季節的にね、うん、鍋やからね。まあ、マイターって言っても結局あれなんやな、こうなんやな。うん、22日の忘年会いいな。猫鍋なんだ、猫鍋、怖え、美味しいんかな。え、何それ、知ってんの。知らんけど、いや、知らんけど猫入れるってことやろ。猫っぽいもん入れんじゃん、なんか見た目が猫とかさ、分かれへんけど。猫入れんねんって。いや、だから猫食うてるとこじゃなくない、日本って。いや、でもさ、なんもないです。猫鍋の話しとこ。何何。いや、島子さん髪の毛洗うの大変そうって、全く関係のない話が入ってた。大変ではないっすよ、うん、
あ、大変ではないんや。多分あのロングヘアの女性の方が大変かなとは思うけど、でもまあこんな髪やと、あの美容室行った時のシャンプーとかなんかすごいドキドキするよね、うん、大丈夫かな、キシキシって引っかかんねん、やっぱり。ああ、まあまあ、その長いしね、うん、強くね、ああいう時は気使うけどね、うん、日本って何、いや分かんない、分かんない、僕も日本って出てきたからちょっと分かんないんだけど。トロロね、トロロどうすか。トロロ僕めっちゃ好きやけど、ね、俺もめっちゃ好き、あの、うん、自分でするぐらい好き。あー、うん、あれを山芋をゴリゴリゴリと、うん、うちの家族はみんなトロロ好きやね、ネバネバ系は全然好きやで、ね、うちさ、あの焼肉家でやるときあるな、うん、あの前もなんかで言ったかな、あ、ここでは言ってないか、机に鉄板ついてるやつ、うん、やろ、うん、家の机、食卓って、うん、鉄板でさ焼肉するときない、うん、まああれ全然山芋も焼くね、うち。はあ。多分結構それが変わってると、うんうんうん、山芋を焼いて、うん、家族みんな好きやねんけど、うん、俺はその絵を何がうまいねんこいつらと思ってるし、家族はうん、うまい、やっぱ山芋うまいなって合わちゃうかと思って、俺はずっと家族を焼いた山芋はそんなに、そうそうそう、うん、釣った方がうまいやんけどって思いながら幼少期は過ごしてる。あ、うちでもあれやね、山芋するのも、うん、好きやったけど、うん、どうしてもやっぱ時間かかるし、うん、大量にすすってまうやん、あんな手間の方がかかるやん、うん、スーって言った方がいいやんかもう。そうやな、作文みたいな、ずーって言ったらもうもうめっちゃ苦労したけど読むの一瞬みたいな。そうそう、だからもうなんか細切れに細かく切ったものをなんかとあえてっていうのが多かったかもしれない、うん、あー、なんか海苔かけて醤油かけて、そう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 、あー、いいこと言う、あれいいよな、最近全然食べてない俺、うん、今日やろ、でもあれはよく食べてたね、うん、まあ吸ってなくても結局味は美味しいし、で、の上に、あ、もう見れへんのか、あ、見れんのか、これか、うん、どれぐらいが多くてどれぐらいが少ないかちょっと分からへんけどね、まあ自分なので測るしかないよね、うん、ちりめんじゃこうまいっすね、ちりめんじゃこね、稽古、大丈夫、うん、閉めた方がいい、あ、どっちでもいいっすよ、あ、はい、では任すで、ではでは、私はこれから敬語はありますんで、この辺でいきますか、はい、じゃあちょっとお時間早いんですけれども、はい、また次回が、次回が1月の8日の10時から、はい、12時、10時から12時になりますんで、あの次回は、はい、今使ってるチャンネルじゃなくてちゃんとしたチャンネルの昇格したんですよ、アルファが。あ、見ました。はい、おー、アルファ昇格。昇格したんで。昇格おめでとうございます。ちゃんとしたチャンネルとしての生放送になりますので。はい、あ、アルファチャンネルっていうことですか。はい、そうです。今までは生放送だけの機能制限付きのチャンネルだったんですけど、はい、今度はチャンネルとしてちゃんとしっかりとしたページで放送されるんで、まあ、トップとかに表示されやすくなります。おー。まあ、だから、僕らもそんな中でちゃんとしなきゃいけない、はい、はい、あの知らない人は入りやすくなるんじゃないかな、はい、ああ、はい、おお、ちゃんとしたものをお届けしなければいけないと思う。そう、次の収録は今まで通りで大丈夫だ。力入れるとなんか変な方向いっちゃいそう。わかりました。まあ、ということで、はい、いつも通りの、はい、いつも通りで、はい、前回、次回、はい、アルファチャンネルで、はい、お届けしますんで、うん、よろしくお願いします。お願いします。以上です。バイバーイ。